戦闘警察巡警とは、韓国の警察において、主に朝鮮民主主義人民共和国からの潜入工作員の摘発、彼らによって引き起こされるテロ事案に対処するために存在していた武装警察部隊。また同時に、地方警察庁に配備されている機動隊員として、デモ整理や暴動鎮圧等の警備任務も行う。略称は戦刑、戦警。 デモに備える戦闘警察戦闘警察は、1968年に起きた青瓦台襲撃未遂事件を契機として1971年に発足した。本業にあたる北朝鮮工作員の摘発を行う武装部隊作戦戦闘警察とデモ鎮圧のための部隊である義務戦闘警察に分かれていた。任務に就いた隊員は329,266人。 任務中に殉職した隊員の数は322人。国防部と警察は兵役につくものが減少した。現状を背景に2012年1月から軍の入隊者から戦闘警察への身分替えをしなかったため、2013年9月に最後の隊員183人の身分が軍人に戻り戦闘警察の制度は終了した。今後戦闘警察の役割は、 当初から警察に志願して21ヶ月間勤務する義務警察巡査と警察が担当する。かつて軍事独裁政権時代は民主化運動の弾圧を目的とした白骨弾と俗称される部隊が編成され過度な暴力を用いた実力行使を行いデモ隊と衝突した。激しい弾圧の過程でデモに参加していた一般人を殺害することも少なくなかった。 隊員の装備は、盾と警棒と警装であった。作戦戦闘警察は、一旦、韓国陸軍に徴兵された兵士の中から選抜され、軍の施設で訓練を受けた後、警察官としての身分が付与された者による部隊である。そのため、職業警察官による部隊ではない。階級も、一般の警察の階級とは異なり、軍隊の階級に準じている。上一 刑など末尾に刑がつくただ、法律の上には階級が準警であるが、これはイギリスの特別巡査に由来する。準軍事作戦を担う武装部隊であり、日本の重機対策部隊にあたる。特殊吸収部隊のような特殊作戦を担う部隊ではない。韓国の警察には、戦闘警察とは別に特攻隊という特殊部隊が、地方警察庁に編成されている。 義務戦闘警察は自ら志願し兵役の代替として勤務する。韓国で機動隊が軍からの出向になっている理由は韓国警察においては敵発よりも鎮圧に重きを置かれていること。鎮圧のためには等数が必要で徴兵により軍に潤沢にいる青年を確保したいという思惑があると言われる。デモ隊に加わり戦闘警察に 火炎瓶を投げていた学生が義務警察に志願し、暴動鎮圧に出動したら同じクレモに参加していた友人と遭遇したという話もある。左派のロブゲン政権下では過去に死者を出した経緯もあり、久し小生装備であるにもかかわらず催涙弾などの使用が禁止または制限されてしまったため、警棒等を使用した近接検挙に頼らざるを得なくなり、デモ隊との間で、 しばしば乱闘に発展し、双方に多くの負傷者を生じる結果となった。ありがとうございます。